始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。たらば工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。これだけって書いてありますね。多分簡単だって。うわ、なるほどね。いやでも確かにこれだけだったら走ればゴールじゃない。え、甲羅なんだ。いやいや大丈夫大丈夫、大したことない。え、なんだお前。わかった、この亀はフェイク。これで終わりよ。いや、持ってくか、こいつ一応。こいつ持ってってシュートする。わーお。とりあえず、こいつをまず持ってきますよね。で、一回様子見て。いや、完璧に塞がれたぞ。いや、これもう塞がれたら終わりなんじゃない？だよね。かすめ取る感じ。騎馬戦で相手の頭の鉢巻きを取るみたいな。一回ここで待ちます。オッケーオッケー。で、はい！ふい！なんかパグラ、あ！え？なんかある！うわ出た、あ来た、これ触れば巨人無敵最強。あ気づいてしまいましたね。この圧倒的なひらめき力、洞察力、観察力、今までのマリオメーカーで鍛えてきた俺の集大成といったところでしょうか。ありがとうよ。よっしゃー、ギリギリじゃあ次のコースどうぞ。じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。クッパ城9階スター121個でいける。めっちゃいるやん。聞いたことないんだけど、スター121個ってうわ、これあれか、なんか時間めっちゃ短い系のコースかな。それとも冷静沈着にいけるのか。あ、冷静沈着にいけ、いけなそうですね、冷静沈着には。お前がドッスンちゃんってことで、ちょっと、あ、めっちゃお腹痛くなってきた。やばい、トイレ行きたい。待って、絶望絶望。俺の腹の痛さが勝つか、俺のマリオメーカーをクリアするのが勝つか。よし、いいぞ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 。さあ、どっちだ。なるほどね、お前たちか。とりあえず、やる気十分、隠しブロック。おい、ロッキー突破しました。ここまでが順調。なるほど、ファイアーブロスか。だが、あいつらは、上からの攻撃に弱。ファイヤーブロスを軽く飛び越えて、素晴らしい展開。オッケー、冷静。はいはいはい、このギリギリの素晴らしさ。なるほど。球界ってだけあって、すべての敵が巨大になってやがる。オッケー、皆さん戻ってきました。いや、一回つきま、いや、大丈夫。こいつらは可愛い、可愛い、可愛い。おいおいおい、そこに閉じこもっちゃって、どうしたんだい。あとはもうこいつら上から、落ち着け。まだいけるぞ。ギリギリの戦い、素晴らしい。次はお前か、メガネババア。俺に勝てると思ってんのか、メガネババ。よし、メガネババゾーン、ちょ、落ち着け、落ち着け。そうだ、慌てないこと。じゃあな、メガネババ、メガネババ。よし、皆さん戻ってきました。オッケー、ドッスン来た、ナイスドッスン。え、でもこれどうすんだ、この上に乗ればいいのか。え、でも届かないぞ。え、それは困るぜ、ドッスンさんよ。わかったわ。ドッスンが来る前にスピードで行っちゃう。そういうことだ。これでどう？ナイス！出た。トゲチョン？こいつは確か、俺のジャンプと連動するから、タイミングだな。はい！ありがとう！オッケー、これからだ。あ、待って！あぶれ、あぶれ。はい！瞬間！絶対に間に合いません！来た。わかったわ。超少女だ、これ、マジで。ふって、こんなもん。え、だからなんかめっちゃ狭くない？足集中来た、ラスト突破しろ俺。ナイス、落ち着け。あのハテナブロック怪しすぎる。いるんだろ、わかってんだよお前の存在なんてな。そう、何度も騙されると思ったら大間違いっつってんだ。だからここ落ち着いて、治った瞬間にスピードで抜けます。はい、はいはいはい、オッケー。お疲れちゃん。待って待って、これやばいな。え、待って待って、わかった。え、あ、オッケーオッケーオッケー、上に、上に進んでってくれよ。アリヘイちゃん、なんだこいつの名前がわからない、ごめんなさい。さあ、なるほどね、なるほどね。いや、もう危ない、問題はない。あのピョンチュートゲトゲゾーンに比べれば、この辺の難易度なんて赤子の手をひねるがごとく簡単だね。ひねるがごとく簡単だね。ありがとうよ。地獄かここは。お、待って、みんな、ドアがある。え、何このドア。
え、隠し通路的な？うわ、あっつ、来た、栄光と希望の。壁キックしていこう、ナイスだ。よし、よっしゃ、おら、どんなもんじゃい、どんなもんじゃい。見てたか、お前たちの、デカさにも屈しない、マリオの、かっこいい姿をな。じゃあ、次のコース、どうぞ。お、じゃあ次、このコースで遊んでいきたいと思います。よくわからないコース、楽しいコースです。ぜひやってみてください。ありがとうございます。いや、サムネを見た感じだと、たくさんのテレサがいるんで、まずそいつらを気をつける。そういうことだけ？とりあえずまずこいつらを引きつけるじゃないですか。オッケーオッケーオッケー。一発クリアも見えてきましたね。まずここでテレサをかわす。いすぎいすぎ。テレサって、あれだっけ？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。テレサって、パワーブロック効きました？曖昧なんですよね、その辺。ちょっと待って、落ち着いて。右のテレサがとりあえずパウに、ギリギリかぶらない。オッケー。これなら大丈夫。やん！オッケーオッケー、わかりました。テレサ軍団、通称テレ吉たち。あ、わかった。もっとこっちまで引きつけちゃおう。そう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 。これが、ギリギリの、飛んだ！オッケーオッケー。もう今の大丈夫。ここで一回止める。もうちょい引きつけて。もうちょい引きつけて。で、ふっ！よっしゃ！へへへ。へへ。じゃあな、お前たち！わかったわ。そしたら、この、パウブロックの上を歩いていきゃいいんだ。なるほどね。わかったわかった。だから、まずこうする。で、落ち着いて。で、こうする。うん、持つな、持つな。持つな、パウブロックだけは、お前ってやつは本当に。奥のテレサ2体が、パウを、本当に半分半分ぐらいになったところで、攻めることができれば、俺の勝ちが近づく。来た！激アツ展開。バックトゥーザフューチャー。はい。来た！よっしゃ、俺ら、どんなもんじゃーい！完璧、今の。シュンシュンシュンゲー。シュンシュンシュンでした。ありがとうございます。じゃあ今日はここで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に、Twitter と TikTok のリンクの方もあっていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう！バイバーイ！